こんにちは、えーっとですね、今日はですねちょっと違う話をしてみたいと思うんですもともとですね私でんぷんの会社にですね、まあ、日本にいる時就職してですねででんぷんのことについて、まあ、他の人よりは少し知ってるかなというふうに思ってたんですけども今日びっくりしたことがありましたはいこれはクノールが出してるコンスターチですねクノールっていうのも 日本語なんでですすよねねこれノールですよ、ね、K は発音 N の前の K は発音しないというふうに学校で習いましたんでノールですよね、まあ、ユニリバの一つの会社なんですけども、えー、っとこの会社がですね、まあ、コンサージを出してます、えー、それでですね、えー、っとポテトスターチっていうのがありますよねじゃがいもでんぷんですねじゃがいもでんぷんというのは日本語で なんていうか知ってますかポテトスターチですよ、じゃがいも全部でももう一つ皆さんが使っているのは片栗粉って使ってますよねなんで片栗なんでしょうね、うん、その辺ちょっと疑問なんですけどももう一つはですね、ちょっと疑問っていうのがありましてですねまあ、片栗っていうのも少し頭の中に覚えておいていただいたらいいんですけどもこの実はですね、この黄色いコーンスターチですね これあの香港では、まあ、どこの家庭にもあるんじゃないかなと、まあ、スーパーにもあると思うんですけどもこれをですねあの裏側にですね中国は中国語というか漢字で書いてあるんですよそれを見てえと思ったことがありましたはい今からですねくるっと向けてみます漢字で,ではですね って書くんですねこれをですね私見た時にですね最初思ったのおタ高クリって言うんやと思ったんですよおー片栗粉がポテトスターチで高カ粉がコーンスターチだと思ったんですねですねおーすごいな発見発見やと思ってたんですけどもよく見てくださいタの次の漢字は栗じゃなくて 米って書いたのは泡ですよね。高泡粉なんですよね。でですね、えっ、ー、とまあ、泡っていうのがありますよね植植。植物、植物、穀物ですよね。でですね、えっ、ー、とコーンスターチの漢字訳がですね、泡粉なんですよ。ですよ。なので、 コといえばコーンスターチなんですってなのでですねこの「たか」っていうのはまあ、まあ、そのまあ商標としてですね何か取らなあかんということで「たか」っていうのをつけ,つけたんだと思うんですけども「高かあわこ」みたいですね、はい、でですね Google でですね見ていただいたらいいと思うんですけども「あわこって書いてですね「とは」まあひらがなで「とは」 って書いたらですね、コーンスタチで出てきます。はい。ということでですね、アワコはコーンスターチだったそうです。うん。まあまああのね、Google 翻訳の使い方というか、Google でえっとやる、まあ、翻訳も <laughs> そうなんですけどやり方って,言ってちょっとトリッキーなんですよね。こういうふうに今言ったようにアワコなって書いて、えっ、ー、とはって書いたらその Google でまあ、出てくるんですけどもね。でも。 翻訳をやってしまうとですね。うんと、なかなか難しい場合があるんですね。うん、この間あの誰かのですね。日本人の動画を見てたんですけども、もえ杏仁豆腐っていうのは中国語なんですよ。ってびっくりしたように言ってたんですけども、もいうか漢字なんですよね。まずね。何人何人？豆腐は？ で今読み方が違うという話をしようと言ってはったんですけどもね、ンド豆腐が通じないですよ、そりゃそうでしょう、だって、一つ一つの漢字は一緒ですけど、なんていうんですか、その発音の仕方が違うんで、通じないですよね、ただ、その漢字を書いて、ですね人に見せれば大丈夫だと思うんですけども、その人のやつはちょっと極端やなと思ったのは、ンド豆腐が通じないんですとかって言うんですよ、じゃないんですよ。 その訳し方というか発音の仕方が知らないだけで通じないんですって言えばいいのにそういう言い方してあたかもっていう話をされるのでちょっとおかしいなと思ったんですねまたその人が一つあの言われてたのがですね「あの杏仁豆腐」の英語訳が「杏仁豆腐」なんですと言うんですよねこれがねこの人はグーグル翻訳を使ったために っってしまった間違いなんですよねはいなんでかというと「杏仁豆腐」って書くからなんですよ。うん「杏仁豆腐」は何かというと「杏仁」っていうのはアーモンドのことですね。豆腐っていうのはあのタンパク質を固めたやつですよね。そういう風に分かっていれば翻訳っていうのはその「杏仁豆腐」の翻訳じゃなくてですね「杏仁」は何か「豆腐」とは何かっていうのでやるのが当たり前だと思うんですね。言葉じゃないんですよね。 なのでアーモンドの豆腐ですよね、まあ、アンモンドプディングでもいいかもわかんないですけどもそういったものになると思うんですよだから使い方を間違えるとですね本当に翻訳できないんですよねうんあのー、だからこういうコーンスターチってもし入れた時に泡粉って出てきたらいいですけどもおそらく玉米でんぷんって多分書いてくると思うんですね玉米っていうのがコーンのことで中国語でだから 泡粉には到達しない可能性がたくさんあるなというふうに思いました。はい。まあ、泡米でんぷんでも全然通じないと思うんですけどおそらくですよ、そのスーパーで、香港のスーパーで泡米でんぷんっていうのを紙に書いて、そのスーパーの人に見せてこれあるかって言ったら多分たどり着けないかなと。ただそこで高泡粉って書いて持ってったら多分、ほとんどの場合、 どこにあるか教えてくれるんじゃなないいいかなという,ふうに思いますいや言葉ってややこしいですよね。あのいろいろな,なそれこそ何通りかの方法があってそのものにその自分が調べたいものに到着す到達するっていうのがあると思うんですよね。特に中国語と日本語みたいにですねあの同じ漢字を使っている場合ですね。 かなり難しくて誤解もあるかも、まあ、韓国語もそうですけども、誤解があるかも分かりません、まあ。ということでですね、今回短編集でですね、こんなこともこれからあのおかしいなと思ったがあれと思ったこともあのご紹介できればと思います。それではまた。